ご視聴いただきありがとうございます。青井と申します。よろしくお願いいたします。今回は佐々木のぞみさんと宝石デザイナーの方とのトラブルですね、占っていきたいと思います。佐々木のぞみさんのお気持ちを占っていきます。ご視聴いただきありがとうございます。青井と申します。よろしくお願いいたします。今回は佐々木希さんと宝石デザイナーの方のトラブルを見ていきたいと思います。佐々木希さんの今のお気持ちを占っていきます。こちらのクロス、不運、試練、これおしゃれですよね。宝石。おしゃれ。ペンダントです。こちらのガーデン。芸能界と見るんですが、お店とも見れます。指輪、宝石。宝石デザイナーの方にデザインを依頼されたみたいですね。こちらの本、知識学びなんですが、これ週刊誌です。週刊誌に暴露です。本が開いてます。棺、ストレス、不安、終わる、週刊誌に暴露されました。佐々木さん、こちらの真ん中に山がありますよね。高いハードル、障害です。考え方の違い。お二人の中での考え方の違いがあるのかなと思います。こちらの熊です。熊、お仕事という意味もあるんですけど、これお金ですよね。お金の考え方の違い。キャンセル料を払われた。みたいですね。より平和、愛、満足。ハート、愛、喜び。平和的に解決したいと佐々木さんは思われております。一番引いていきます。欲しいですね。幸せ、幸運です。やっぱり佐々木さんは平和的に解決したいと思われております。相手の方の気持ちを見ていきます。宝石デザイナーの方の気持ちを占っていきたいと思います。
宝石デザイナーの方のお気持ちを占っていきたいと思います。星、幸運、希望、チャンス。幸せなお気持ちで、指輪、契約ですね。指輪のデザイン。ガーデン、会社ですよね。佐々木のぞみさんからのお仕事を幸せな気持ちでされてたと思います。で、真ん中に家があります。家族安定、安心、熊、お金という意味があります。安定したお金、次、ストレス終わる、不運、不満、お金の入金がなかったのかなと思います。安定したお金が終わる。で、こちらの本、契約ですね。契約に、本、学び知識なんですが、契約に、大釜、危険不具合、アクシデント、事故。アクシデントが起きて、取りコミュニケーション、話す、歌う、トラブルが起きた。とも取れますし、本、週刊誌に、話ですよね。取り話を、トラブルの話を暴露した。この方の気持ちを見ていきたいと思います。本ですね。契約にすごく不満があったのかなと思います。本ですね。知識、学び、契約です。本の上にダイヤがありますよね。トランプの意味で、お金という意味があるんですよね。このカードはトランプ付きのルノルマンカードです。やっぱりこの方はお金ですよね。お金に不満があった。今後このお二人どうなっていくのか見ていきたいと思います。お二人の今後を占っていきたいと思います。
お二人の今後について占っていきたいと思います。過去、現在、未来、太陽、周囲の環境、本人の立場、結果結論で見ていきます。過去ですね。お二人の関係は、犬、信頼できる仲間、信頼できる方だと思っていた。狐、プロ、お仕事ですね。手紙、情報メール、LINE、発信、お仕事の依頼をした。お仕事の依頼は2回目みたいですね。で、本人の立場を見ていきます。クロス、不運、試練、精神的苦痛、運命。こちらの魚、ビジネスカードです。お金のカードで、花束、正体、贈り物です。お金の贈り物がない。まあ、お金のことで今揉めてますよね。現在を見ていきます。月、名誉、夢、ロマン、人気、名誉、人気ですよね。こちらの蛇、これ、女の方に蛇が巻きついてます。トラブル、嫉妬、罠、不安、ストレス。名誉が傷ついたのかなと思います。こちらのコウノトリ、引っ越し移動、変化。変化がありました。太陽を見ていきます。こちらの女性がありますね。これ、佐々木のぞみさんで、こちらが宝石デザイナーの方です。反対向いてます。で、こちらのネズミ。不安、ストレス。損失です。お二人ともやっぱり損失があったのかなと思います。で、周囲の環境を見ていきます。真ん中に塔があります。SNS ですよね。基礎基盤土台成長集まってきています。で、ハート愛喜びなんですが、やっぱ炎上したりいろいろ今されてるみたいです。もしかしたらこのこちらの塔が公共施設という意味がありますので、弁護士事務所とかに縁があって依頼するのかなと思います。話がちょっとこじれてますのでね。未来を見ていきます。船、海、冒険、新しい船で、より平和、愛、満足、穏やかな。クローバー、幸運、幸福、ラッキー、幸せですよね。もしかしたらお金で解決するのかなと思います。結果結論を見ていきます。雲です。不安、ストレス、ガス、混乱。これ怒り、ビジネスカードですよね。手で掴んでますよね。ビジネス。安定、安心、固定、努力、忍耐です。家、家族、ファミリー、安定ですよね。お互いにお仕事に影響が出るのかなと思いますが、お金で解決とか、間に誰か入っていただいて解決していくのかなと思います。多少はお二人お仕事に影響が出るのかなと思います。
占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。